はい、こんにちは、堀川亮です。私もね、いろんな役をやらせて、いただいてきました。皆さんもご存知の役含めて、私が自分がやる役は全部好きですし、もちろん愛情を持ってますし、はい。そこでそれは本当なのかキャラクターに対する愛情抜き打ちテストと題しましてですね、自分がそれだけ長年やってきて愛していた役なんだから、キャラクターの絵ぐらい描けるだろう、いや描けて当然だよね、それぐらいの愛情はあるはずだということで、私何も見ないでキャラクターの絵を描けと言われておりますが、どんな絵になるのかね。本当はここにね、なんか置いてね、それをサンプルにしてやりたいんですけど、ダメなんでしょ、それは見せてくれないんでしょ。だからもう自分のこのイメージの中にあるってことですよね。難しいよこれ。まあこの上手下手ではないと思います、これはもう勘弁してください。さあそれでは行ってみましょうか。かかってこいや。はい、では一人目ですか。誰では、ベジータの絵を。ベジータ、はい、ベジータね、言っちゃっていいんですか。これもまず一番特徴的なとこから書くやね、これね。でこれはね、こうだったかな。でこういう感じで、このね、やっぱりこの額のこの、これは一番特徴的だなと思うんで、しっかりここにね、こうなんか反り込みが入ってみたいな感じ、ここすごく特徴なんじゃないかなって思ってるけれど、どうでしょうかさあでは2人目はどなたでございますか。2人目は平次を。平次、服部平次くんですよね。はい、どうでしょう、服部平次こんな形になってしまいました。どうでしょうか。さてさて、3人目はどなたでございましょう。なんか難易度上がってきてる気がするな。3人目は、ラインハルト。ラインハルト来ました。やっぱり来るなとは思ってたよ、ラインハルトね。あの方はね、やはりロン毛でいらっしゃるんですね。はい、これぐらいの髪の長さをお持ちだったと思います、ローエングランコ。はい、どうでございましょうか。うん、なんかどうしても多分作品の中でも一番なんかロン毛
の時代が僕は非常に印象に残ってるんで、たわわな金髪こんな感じだったかな、まあ、これもっと偉くなってからですからね、はい、僕の中ではこれぐらい、ロン毛だったという印象が残ってます、はい、さあそれでは4人目ですね、はい、4人目は誰なの4人目はですね、横島忠夫君、横島忠夫出た、横島なでもやつね、やってることはね突拍子もないっていうかあれなんだけど、結構ねあれなんですよ、美形なんですよ、あの人忠夫君は。ただ行動がねいかんせん。どうでしょうか横島忠夫君、リュックを背負ってちょっとガニ股になってますけどね、はい、はい、こんな感じでございます、横島忠夫。さあ最後は何でございましょうか、誰、最後はアンドロメダ俊吾、出た、俊ちゃん、鎖の俊ちゃん出ました。あのね、なんかイメージ的にね、あのラインハルトさんとちょっと被るところがあるんですよ。そう、俊ちゃんも長髪なんだよな。クロスがかけてないな。ネビュラチェーンは持ってます。で、頭にね、こうなんかあのギリシャ神話に出てくるような、必ずあのワンダーウーマンがつけてるようなアマゾネスのああいうのつけてましたね。まあギリシャ神話だからまあ同じ感じだと思いますけど、タワーな髪とそして、ネビュラチェーン、鎖を駆使して悪を打つ。そういう感じでございます。アンドロメダ旬ようチャンネル、ということで愛しているキャラクター、ベジータ、ヘイジ、ラインハルト、横島で旬ちゃんです、はい、もうね愛してやまない、私がやらせていただきました愛してやまないキャラクターでございますので、まあ、なんとなくのイメージですよ、その持ち物であると顔だけでなくて全体のイメージ、あの髪の長さであるとか、小道具というか、あ、まあね、ネビラチェーン持ってたなとか、こういうのつけてたなとか、なんかそういうのを思い出しながらこんな感じだったかなっていう風な形で、チャレンジさせていただきました、皆さんにはどうご覧いただけるんでしょうか、全然ダメじゃんって言ったらもうそれまでですからね、はい、温かい目で見てください、よろしくお願いします。堀川亮でした。いいか貴様ら、高評価チャンネル登録よろしく頼むぞ。せやかて王子飽きまへんって、そんな頼み方してたら。